美味しい。ほら、かわいいあんずちゃん出れてるの。かわいいね。ちょっと少なめ。何ですか？おやつをくださいよって。はい、どうぞ。はい。どうぞ。晩ご飯でケージの扉開きましたけど、ここにいるんですね、君。いいですか？しゅんくんはしゅんくんで、あ、戻ってきた。しゅんくんも友好的だし、ちゃこちゃんもなんかわからんけど、ケージの外と内側があんまり関係なくなり始めてる。ちょっとトイレを掃除させてね。よいしょ。よいしょ。ちゃこちゃん、外出る？出てみる？どうぞ。女の子で、あれだからかな、お茶もかかるかな。あのライン超えません。一応それは警戒してるからなの。なんかそこにさ、見えない扉があるのかな。うん、一時のシオン君と一緒だね。そうだね。シオン君、お迎えに行ってごらん。あ、出てきた。してる、かわいい。二人ともそっちへどうぞ。ちゃんに倒されました。お茶も鳴らしたの？うん。あら。のスプレーをいじりました。ちゃこちゃん。ちゃこちゃん。ちゃこちゃんね。ちゃこちゃんさ、しおくんが後ろで連れてても何も起こらなかったしね。一緒に遊んだしね、今日ね。今日さ、しおくんと二人でさ、走り回って遊んだのも良かったね。
ちゃんの洗礼受けました。ぽっちゃんにシャーを言われちゃいましたね。ちゃこちゃん、一応シオンくんは遊び相手として認識できてるね。通るたびにちょっかい出されるけど。そうだろうね。ボスって思ったんじゃないね、やっぱり。ボスって感じじゃなくて、ね、猫世界ではスリスリ、なんかもうスリスリゴツゴツって感じだったけど、うん、チョコちゃんスリスリでゴロンってなってたよ今。やっぱりさ、ジャン君が初めてうちに来てケージから出るときは外に人間しかいなかったでしょ。で一人でビビりながらさ、ちょっとずつこうこわごわ部屋の中をさこうチェックして回って人から距離を取ろうってしてたけど、ここへ来てさ、みんなジャン君とポンちゃんがいること、まあ、特にさジャン君が緩和剤になって割と普通にスルッと出てきて、こうなんていうの、人間との距離をあんま気にすることなく馴染むようになってるよね。やっぱ先住猫っているといいのかなという気には。うん、そうだね。あとはお子さん
うん、でもさ、あの例えば今ポンちゃんがシャー言ったけど、うん、あれを合わないって判断したら合わないってことになっちゃうってことだよね。少し長い目で見て、まあ今回はシオンくんが遊び相手になって今こうやって馴染み始めてるけど、そういう性格の子が、ポンちゃんはさ、やっぱりあの自分とジャン君以外の猫がいるのはあまり好きじゃないので、そういう子なんだと思うけど、シオン君みたいに人懐っこいとね、人懐じゃないや、猫懐っこいとね、暴れて走ってきたって暴れそうになったりとかした時はなるけど、うん、まあ慣れるとだよ、ね、落ち着いたりわしゃわしゃしちゃんもなかなか勇気あるね。キーシオン君に挑みかかってる。ちゃんの食事は取っちゃダメだからね。いいよ、しっかりそこから降りる。本当にちゃんとしてるね。はい。